ここに来たら三笘選手の,話の選手はそもそもやっぱり今このレベルで活躍してる、うん、こういう絵は小さん自身接しててこいつこのぐらいいくんじゃねいかっていうのは描けてたんですか、ね、いやーもうプレミアリーグで、はい、じゃあなんだマンチェスターユナイテッドとアーセナルと、はい、試合してる絵ってことでしょうね。 全く想像できなかったし J1、はい、リーグで活躍するレベルまでにはもちろん持ってかなきゃいけないなっていう指導者としてそこまではこう育てなきゃなと思いながらそれ以上のところは彼が本当に自分で切り開いてった部分だなあっていうのは率直な感想。どどんなどん,どんなな 選手だったんでしょう、うん、どんな考え方をしてる選手だったんですかね今の三笘しか知らない人はもう「え三笘って大学経由してるの?」っていうぐらいだろうし、はい、じゃあ大学の時は本当に無双してたでしょあ,のあんな選手なんだからって思う人が多分多いと思うけど、はい、実際には三笘自身も大学1年生入ってきた時は。 1>, 1年生の時はリーグ戦もどれぐらいだったんだかなもう全然半分の試合も出てないというか<ー>でいつもサブで残り10分でとか、ねね、しか出れなくてで実際それがこうなんだろうな厳しく接してたからとかじゃなくて本当にその時の現有戦力と三笘の力を考えた時にそれぐらいの立ち位置だったのは事実だし。 で彼自身もそれは認識しててこのままではまずいと、はい、で課題はこういうことだで自分が大学卒業した時にこうありたいしその先の東京オリンピックっていうのもこう大学の1年生の頃から彼はこう常に頭描いてて、はい、そこに向かうにはじゃあ2年生からはこういうことをしなきゃいけないとかでその先のじゃあ30歳35歳になった時に。 みたいなところまでをこう常に描いてじゃあ今何やらなきゃいけないっていうところに落とし込んでい,いけてたっていう部分は他の誰よりもずば抜けてたっていうか,<ー>だかそのもちろん足が速いとかドリブルが上手いとか、はいうん、そういう能力の部分はもちろんあるんだけどそれそういうのを持った選手ってまあいった他にもいたと思うけどちゃんと絵を 将来的な絵を描いてでそこにこう一歩ずつ向かっていくために何しなきゃいけないかっていうのをちゃんと考えて言語化できてで、それを実行していく最後は当然実行しなきゃいけない中で言うは言うけどやらないやつっていっぱいいるけど、うん、やっぱそれを本当に着実にやり続けたっていうのは三笘の一番すごいところだったなと思うんだよね。印象的なエピソードとか まあ、自分がね彼と接するのはピッチの中がほとんどだから、はい、でピッチの中でもちろん普段の練習練習前の準備から練習中の取り組みももちろんそうだけどじゃあ練習後これは本当に誇張でも何でもなくて毎練習後にもうほぼほぼ必ず1対1の練習をすぐ始めて、はい、でもうグラウンド次のチーム使うから開けなきゃダメだぞっていう時間までやって。 上がっっっててててでクールダウンして帰っていくっていうのを本当にやり続けてて彼としては別に努力してるっていうよりもまあまあ楽しいし、うん、あとはこうそこで勝負していくんだっていうのはあるから、うん、いやいややってるっていうのも毎日よしよし一たちやろうぜっていう感じで、うん、本当にやり続けててで結果的にはもうあのドリブルなんかっていうのは大学4年間で磨い 見てるとあこの光景ってよく市蔵で見た光景だだななっていうのは感じるところだな<ー>でしかも一一<ー>1対1をさ毎回特っかえ引っか違うディフェンダーとやるんじゃなくて大体三笘、まあ、とまやるのはディフェンダーが嫌じゃない <laughs> 抜かれちゃうから, <laughs> だから同級生のやつと毎日一緒にやってるからディフェンダーのやつも。 読読む読めるじゃない三笘が何してくるか分かるからそうするとお互いの駆け引きがどん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 こう高まってってういう、ね、昨日はこうやって抜いたから今日はこうやって抜いてやろうみたいなの昨日あえて抜かれたから今日こうやって止めてやろうみたいなの、はい、徐々に高まっていくよねそれはね。 三笘は,水戸はそのピッチの離れたとこは正直管理してるわけじゃないからわからないけどその周りの学生から聞くとやっぱ食事のところも本当にまあストイックにっていうよりもこだわりを持って自分なりに工夫して自炊したりとかしてたっていうのは聞くしうんまあ学生だからねあのちょっと夜遊びに行ったりとかまあそれこそ生活習慣がとか乱れる やつもいると面白い学生だからちょっと遊ぶ時間とか仲間と一緒にこう夜更かししてみたいなのあると思うけど彼の場合はもうすべてのベクトルはもうサッカーがうまくなるためにはだからその時にまあ友達の誘いも断って寝てるとかお酒飲む場があっても行かないとか嫌いや,いやもするとちょっとこうってねこうつまんないやつみたいな<ー>。<laughs> で、ならならいのって周りのやつに聞いてもいやあいつはそれだけサッカーにかけてるんでっていう,こう周りの納得感すら作ってしまうような彼の、まあ、パーソナリティーもあるし覚悟みたいなのはやっぱすごかったんだろうなっていうのは思うんで、ね、なかなかそうおられないですよね。僕とかかもやっぱ地方から出て。 親のそれは楽しくて仕かなくないね <laughs> 学生ってね <laughs> そういう時間でもあるし <laughs>、うん、それをね否定もしないしさ仲間とバカっぱなししたとかさ、うんうん、それはそれで人生のいい財産にはなると思うけど指導される中で大切にしているものって何なんですかう 根本的なところで言うと、はいうん、サッカーって教えられないないいう <laughs> 外から見ててあこうしたらいいのになとかこいつこういうことができたらもっといい選手になるのになとかわかるし感じるけど、はい、でもそれを教えようとした時に教える。 こっちからこうやらせるっていうのは無理なスポーツだなっていうのがなんか根本的にあって、はい、だからまあ、いかに教えない中ででもできるようにさせるかっていうのに日々トライしてるっていうのが自分のまあ指導者としての考え方っていうか信念っていうとちょっとなんか逆に変な感じはするけど。うん うーん要するに選手自身が掴み取っていくものだし、うん、選手自身が気づいてやり始めれば逆にあっという間にできるようになるしその気づきをいかに与えるか気づけるような環境にするか、うん、まさにまだ気づけないけど見守っててなんかあ変わったなっていう瞬間に声かけてあげるとか、うん、なんかそういうのは大切にしてるかな。うん 大学生って自分をしっかり持ってる時期だと思うんですよね。えー、で、その考え方って今までこう彼らが育ってきた環境に左右されると思うんですよ。うんうん、育成の子これからこう。大学に使ってくる前に、このアンダーカテゴリーの中ではどのようなことが大事と考える。うん まさにねボールの蹴り方もわからないとか、うん、スペースっていうものの概念が全くないとか、うん、もちろん発言買った段階にもよるとは思うけどこう教えるっていう部分ティーチングの部分っていうのはある程度は絶対必要だし、うん、さっき自分が言ったようなコーチングにあたるようなこうなんかこう導いていくとかこう一緒に寄り添ってあげるみたいな部分と教え,た教えるっていうティーチングの部分のバランスはすごく 難しいもうすごく、うん、サッカー理解も高くてやれることも分かってる子に対してので働きかけ方とまだなんか楽しいから毎日グラウンドに来てますっていうだけの子に対する働きかけ方はやっぱり違うべきだと思うし、うん、だから大学生まで来るとすごく楽というか、うん、まあ見守りながらっていうスタンスを一個引いて取れるけどやっぱり育成年代の視聴者の方って 個別性が高いし、うん、一人一人全然違う成長発育だ段階の中でやってる中で、まあ、まあ結論的にはやっぱり一人一人の子を見て、うん、適切な働きかけって何だろうと思いながら、うん、まあコーチングするしかないと思うんですけど、うん、まあ、まあ、三笘もまさにその代表だけど。うん ま考える力をつけさせるというか考える習慣をつけさせてあげてまたそれを言語化するまあゃることでもいいと思うしまあノートに書くことでもいいと思うしうーん,なんかその習慣はやっぱつけてあげることはすごく育成年代においては大事なんだろうなとそれがその時は合ってるか間違ってるかわからないけど1年後に自分の書いたものを見た時に。 あの時は自分こう思ってたけど今違うなっていうことをように気づくだけでも過去の自分と比較できるわけだしもうなんか考えることをまあスポイルしてうーんあー楽しかったな高校生までのサッカーで終わっちゃうとその先まさにちょっと広い世界に出た時にあれ自分の特徴ってなんだろうとか。 自分はどうやってこのチームに貢献するんだろうとかなんか違うステージ上がった時に考える習慣がついてないと結局本人が困ってしまうなっていうのを見てて思うんだよねだ津久保大学部員が200人ぐらいいてトップチームはもちろん スポーツ推薦の入試で入ってくるのもいるし非常に競技力も高いけど2軍以下になると一般入試で入ってくるからいわゆる頭逆に言うと頭がいい入試で高得点を取ってきてるわけだし <laughs> でもちろん体育専門も校に言えば前期入試は実技だしあはい、頭もいいし競技もできるっていうじゃそういう選手たちがでも本当にじゃ伸びてってるかっていうと。 伸びていっていない言ってる選手ももちろんいるけども、はい、伸びていかないのも事実としてあって、はい、まあ挫折でかなわねえだなでやめるならもうそれ人生だしそれも自由だと思うからかなわないから私はこのレベルで頑張るんですっていうのもそサッカーとの付き合い方としてのありなしスタンスだしまあねみじみさんみたいに指導者になって次の子供たちに。 こう自その挫折をどう捉えるかっていうのもあるし、うん、そのいわゆるお勉強としてのこう点数を取るための勉強と、うん、やっぱサッカーでの目の前で起きたことを解決していく時のその時の使ってる頭っても全く違ってやっぱり勉強って結局一人で与えられたものに対して回答していくしかないけどサッカーって一人で解決できることなんか一つもなくて。うん 仲間と一緒にどう解決するとかじゃあ高知たる外から見てる人とどう解決するとかそれができないと解決できないっていう根本的なこう頭の使い方違うっていうことを分かっておかないと結局考えてはいるけど論理的な思考ができるけどそれを人と共有できないとか人にそれを伝えられないとかで人が言ってることを聞こうとしないとか。 逆に頭がいいからこそ、自分が合ってる、自分の考えが正しいのになんであいつはそういう考え方しないんだろうみたいなそうすると逆に頭の良さみたいなものが何か逆方向に走ったりもするなと思うからやっぱそのサッカーっていう競技の面白さどんな小さくても大きくても足が速くても遅くてもう,ん、うん,なんだろうな。 本当に下手くそでもなんとか活躍でで、きるののサッカーの面白さで、うん、もうボール刈り取るところまでは素晴らしいでもつなげないでも刈り取る選手の横にうまい選手を置いとけばチームとしてはすごくいいっていうのもあるわけで,で、ねはい、やっぱ自分のことがどんな選手なのかっていうのを理解できて仲間とどうやって協力して一つのハーモニーを奏でられるかみたいなのに対して。 自分からこうアクションを起こせる選手働きかける周りと一緒にやれる選手がいい選手になっていくんだなって改めて思うから育成、うん、年代の時にぜひなんかそういう、うん、サッカーってこういうスポーツだよねっていうことをこう、まあ、サッカーの本質って言っちゃうとちょっとなんか抽象的になっちゃうけど、はい、サッカーをするってことはこういうことが大切だよね というところはぜひ育成年代のところで、うん、骨の髄までこう <laughs> 選手たちに染み渡らしてほしいなというのはもう一つ上の世代を預かかる身ととしては思うところかな。最後に筑波大学を目指している高校生、まあ、まあ中学生とかもそうですが言いただければと思います。 難しいね <laughs> 大学サッカーは本当に自分の可能性をどういうふうにでも広げられるすごく面白い場所だなって思ってて思ますまあその中でも筑波大学って体育専門学群っていうスポーツ科学を勉強できる学部もあるしうんういうアカデミックなところも勉強したいサッカーも思いっきりやりたいえその後こうサッカーに関わる仕事がしたい。 それは例えばトレーナーでも審判でも指導者でも先生でもいいしだからそういう人たちにとっては深く広く学べる場所だなというのを思っているのでぜひこう目指してくれてこう仲間になってくれてなんか一緒にこれから日本サッカー界を作ってこうよっていう本当そういう高い志を持った選手にまあ生徒さんたちに。 来てててほしいなっっ全然思ってますねでもそのためにはね勉強もしなきゃいけないし、はい、しんどい時にはもしくはやりたいことを我慢してでも、うん、やらなきゃいけないことも出てくると思うけどやっぱりそういうこともやれる選手が、まあ、最終的には選手としても一流になっていってるし、うん、ぜひ目の前のことから逃げずに、うん、やるべきことを毎日やる。 なんかそんなことも大事にしてほしいなと思いますけどね。筑波大学州中部監督の小井戸正明さんに話をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。